つもご視聴ありがとうございます。高畑です。今日はですね、毎年恒例のお花見キャンプということで、西俣キャンプ場に来てます。今日はですね、キャンプ場いっぱいですね。今日めっちゃ暑くてですね、気温28度。4月3日ですよ。暑っ。一応テントの設営だけ終わったんで、ちょっといっぱいですね。お腹も空きました。暑い。はあ、とりあえず。暑い。夏みたいな暑さだな。いただきます。暑すぎ。テントの中で28度ですよ。ね、ちょっと日陰の方のね、ベンチレーターの外に室外のね、温度計設置したんですけど、34度差してます。あっち、半端ないわ。前、来た時とかね、結構涼しい時もあって、雪降ってた頃もあるんで、これはちょっと異常な暑さですね。つまりお腹が空いたんで、ちょっとお腹つまみます。軽くちょっとつまみたいということで、始末し。本当はね、お花見弁当とか買いたかったんですけど、すでにお昼で売り切れです。で、これ買ってきました。しば寿司といえばですね、これも石川県のソウルフードですよね。お、サバ。では、笹にくるんだ押し寿司ですね。こんな感じ。このしば寿司はもともとは電気屋さんだったらしいんですけど、東芝の炊飯器を売るためにデモンストレーションでご飯いっぱい炊いてて、その処理に困ってこういうお寿司ですね、携帯で売り出したらそれが大ヒットして、今の状態ですね。結構皆さん石川では有名ですね。で、東芝のしばを取ってしば寿司ということらしいです。ちょっとうとうとしたところで散歩ですね。こちらはですね、オートではなくフリーサイトですね。テントサイトと言われているところです。こっちは結構空いてますね。こちらちょっと荷物運ばないといけないんで、結構大変かもしれないですね。こちらにある桜は今から咲くという感じですかね。なんかね、梅のような樹形をしているんですけど、桜なんですかね。
これから咲くみたいですね。ちょっと缶ビールを2本ほど飲んでうとうと寝てました。時刻もですね、もうすぐ5時半ですね。気温もですね、まあ17、8度まで下がってきて、ちょっと寒くなってきたんで、これですね、来ました。これはですね、まあワークマンで買った焚き火用のというかね、まあ、焚き火でも使えるポンチョみたいなもんですね。まあ上からパッと羽織った一枚の四角い切れみたいな感じで、こうポチッと止めとくと、まあ簡単にはずり落ちないっていう、まあこんなもんですね。よし、もうそろそろ夕飯の準備ですかね。
めっちゃうまい。よく考えたらこれ一切れ200円ですね。これ200円調理し今日だけ。よし、ちょっと燃料が切れたんで交換ですね。久々のすき焼き、めっちゃうまいですね。特に寒いっていう感じじゃないんですけど、どうしてもこれを試したくて使います。めっちゃあったかい。テーブルはちょっとね、言葉しますけど、このコンパクトさでのあったかさはすごいね。明日はですね、朝6時頃から雨ということで、ちょっとね、外枠はね、片付けてきました。
怪しくて、やっぱり雨降ってきそうですね。ちょっと雨降ってくる前に、まあ、朝食まだですけど、片付けてしまった方がいい感じです。ちょっと今パッパッと片付けてしまいたいと思います。一応片付けは終わったんですけど、風が強くなってきた。雨雲レーダー見てももう目の前まで来てますね。周りのキャンパーも雨を避けて撤収しましたね。といっても時間もね、まだ7時半いってないんですよね。もうじき降りますね。ちょっとここで片付け終わってから食事でもしようかなと思ったんですけど、これは無理ですね。風が強い。ということで今日はこのまま撤収します。